結構胸あるよね。いやもうその理屈マジでけしからんから、ちょっとそれも上脱ごうか。あ、すいません、こんにちは。あ、すいません、こんにちは。寒いっすね。こんにちは。寒いっすね。こんにちは。寒いっすね。年末年越しそうですか。あ、こんにちは。足早い。歩くの早いね。急いでる。マジで何の用事ですか。あ、買い物。買い物別にそんな急ぐ必要なくない。普段から早く歩くタイプ。早いねって言われ、やっぱ言われんだ。あれ学生さん。あ、マジで。どう。クリスマス間近ですけど。彼氏とプラン立ててる。彼氏いる。彼氏。あ、いないの？あ、なんで？サボってる。最近別れた。あ、本当ラストいつ？前世。やばい、だいぶサボってますね。今世はサボるよね。前世ちょっとで、ちょっと多すぎた。今世じゃあゼロ。そんな、嘘、そんなことないでしょ。気づいてないだけだよ。気づいて3人ぐらいいるって。これは全部彼氏だからね。多すぎ。あ、フォロワーいんの？こんないっぱいいんの？フェイちゃんいんの？あ、じゃあ全部彼氏だから。な、何年生？え、高校生じゃないよね。あ、高校生やば。ダメじゃん。高校何年？あ、2年か。あ、じゃあ18になってないね。いやこれ俺捕まるな。あ、じゃあもう、じゃあ18になったら、18いつになるの？なんか、すげえ。え、まだ 16？ じゃあ18になったら、口説くわ。オッケー、よし、おざす。すいません、ちょっと茶色がお似合いですね。秋って感じが、秋って感じがしますね、うん、秋もう終わっちゃいましたね。秋っぽいことしました？してない。あれ、これ行こうとしてる？ちょっと、そう。ほら、犬かわいい。ほら、犬かわいい。犬かわいい。え、ね、ね、帰る。今日何だったんですか？今日バイト帰り。あ、バイトね。あ、学生？あ、本当に？ちょっとあの可愛いなと思って。ロストライクすぎて。本当にこれもう前世以来の前世以来の犬が来たと思って、うん、多分俺らは前世で結婚したと思う。一回離婚してまた再婚したと思う。一回離婚してる。一回離婚してるんで。ありがとうございます。なのでちょっと話したいから。え、ね、ね、な、バイト何してたの？家庭教。あ、家庭教ね。あ、なるほど、なるほど。どうですか、生徒の出来の方は。でも、時期が時期なんで。あ、時期、あ、冬だし。あ、受験みたいな。あ、本当に。何受験ですか？大学受験ですか？あ、高校受験。あ、中3ってこと？プレッシャー感じてるみたいな。いや、なんか、めっちゃ教えてる、うん、お母さんに。うん、あ、ここらでしょ。え、なの？おお、この時期に、この重要な時期に勉強しないか。今日はちょっと来てたんですけど、うん、お母さんもイライラしてるから、お母さんがピリピリその受験のことに気負いすぎて、そうちゃんって言うんですけど、そうちゃんが嫌になってるって。あー、私の話も聞いてくれなくて。マジでやば。すごい怒られて。なんか褒められたから、今日はそれでいいかって。
あ、俺が褒めたからね。プラマイゼロ、プラマイゼロな。なった。オッケー。じゃあクイーン。今からプラスにしていくんで。じゃあ話聞くから。軽く行きましょう。軽くこう。ぴょっと。ぴょっと行きましょう。もう軽く、でもご飯食べた？お腹空いてる？このままでも帰るとまた思い出してもやもやしちゃうから、やっぱりここはちょっと吐き出して、そう、行こうよ行こうよ。え、学生だ。何年ですか？で、お母さんの干渉をやめた方が下手したらやる気になるかもしれないよ。うん。お菓子。え、給お菓子みたいな。そうなんです。ここ入れるかな。スーツで家庭教室するんだ。マジか。ちなみに時給とかいくらなの？時給で1万円。1万もないの。っていうことは、時給いいって、結構いい大学行ってるわけ。どこ、どこ早稲田。早稲田ね。だから時給は高いんだね。え、大師匠早稲田だったの？早稲田。早稲田だったの？いや、俺でも早稲田落ちましたね。早稲田。慶応の SFC ってとこで。あ、そう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 。もっとアホだと思ったでしょ。道で声かけてくるやつはもう基本エフランだと思ってるっすよ。何倍だよ。それバカじゃん。あ、マジでやっぱり伝わっちゃうかな。熱い。いや、俺はちょうどいいけど。スーツセクシーだね。唇エロいよね。いや、できる。でも全然ないとしてないから。リックスやっぱセクシーに見えるな。いや、どうなってんの、どうなってんのかなって思って。嬉しがってんの。嬉しがってんじゃん、バカじゃん。アホすぎる。いや、もう飲みすぎでしょ。ね。今何時だ。今9時半だけど、終電逃してないけど、うち来ますか。終電逃してないじゃん。でも俺は終電前に誘うから。え、まだ飲めるでしょ。うん、行こうよ行こうよ。あ、飲もうよ飲もうよ。うち結構あるから。あ、いいっしょ、そんな。でもその方が結果彼の成績も上がると思う。家庭教師ごっこしようよ。いつもさ、自分が先生やってるわけでしょ。今日生徒やっていいよ。生徒やっていいよ。俺先生やるから。だっていつも先生やって疲れるじゃん。たまに生徒やらないとバランス取れないっていうか。まあ保健体育とか。まあ道徳かな。じゃあ道徳のソクラテスからやるわ。じゃあプラトンソクラテスから遡り、イデア論の話で盛り上がろうか。じゃあすごい
言うてそうでもないけどね。はい、じゃあもう授業始めるんで、ちょっと座ってもらって、座ってもらっていいですか。道徳の授業はだから純粋イデア論から始めるけど。何が入ってこないですか。なんかその真面目に聞いてる？ちょっと、とりあえず上脱いで。コート脱いで。そうですよね、お部屋ですよね。やっぱ理屈ちょっとして。違う。いやもうその理屈マジでけしからんから、ちょっとそれも上の方か。もう大丈夫ですよ。ちょっとそのシャツのちょっとここちょっと胸元開けようか。胸元ちょっとここちょっとこのボタンを。やめて。いやもうふざけてる。ふざけてるよね。ふざけてるの。いや俺も。そうや、真面目だよ。ちょっとあのピシってちょっと気をつけして。気をつけ。はい、結構胸あるよね。なんで笑うの。純粋イデア論の話してるから。イデア論の話笑ちょっと、ちょっと黙って、本当に。おっぱい話してほしい。ちょっとこのシャツを、あのちょっと本当に邪魔だから。観念。観念に至るには、まずこのシャツが邪魔なので。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。あとそもそもちょっとナンパに興味出てきたわい、ちょっとナンパやってみたいって思ってくれたわいって思った人はですね、概要欄にナンパの仕方とか、どうやったらナンパできるようになるとか、いろいろ情報、あと YouTube では言ってないようなこともあげてるので、チェックしてみてください。